うう、可愛い子がいっぱい的な。ねえねえねえ君たち、いいじゃねえかよ、遊ぼうぜ。私のお腹にパンチして、この鋼の腹筋を試してほしいですの。分かったわ。邪神ちゃん、そこの二人、私と決闘しろ。いや、見間違いでしょう。いや、本当に猿だったって。なんか顔、お父さんに似てたけど。次はお前だ、メガネ。どなたですかな、このちびっ子は。誰がちびっ子だ、ぶち殺されたいのか。お名前は？ローリー・マーキュリー。難民キャンプではどのような生活をしていますか？朝目を覚ましたら生きる、祈る、そして命をいただく、祈る。命をいただく？そう、食べること。どういうことかしら。殺すこと。エムロイへの国、いろいろよ。羨ましすぎます、隊長。なんと、あなたはおバカさんですかと尋ねたのよ、お嬢ちゃん。すっげえいいだろ、この T シャツ。最後の一枚だったんだぜ、兄さん。え？妹の誕生日忘れるなんてひどすぎる。どうマジでごめんなさい、ごめんなさい。ママ、やめた、やめた。え、ご注文の品をお持ちしました。何？何やってんだっけ。すいません。お詫びとして口移しで飲ましてもらおうかな。かわいいね。僕って君みたいなコケティッシュなタイプ好きなんだ。特にそのぺったんこな。なんだよ、ガキじゃねえかよ。この店は色気が売りだ。おい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 、えらいちっせえぞ、小4ってとこか。迷子のことかじゃねえの。ちゃん、もうやめていいです。ふざけんじゃねえです。かき悪魔の分際で盾ついてんじゃねえですな。なんすがき。涼しくなれてよかったわね。勝負よ。何？そのドッジボールで明日勝負してあげるわ。負けたらここを諦めなさい。聞いた。勝負してあげるだってよ。なんだチビ。殺すな。はい。結果は初めから見えていた。そもそも実力差というか、それは蹂躙だった。さて、どうすっかね、このワンパク。このスタイルが一番安全かな。またさかな、好きに遊んでいいぞ。おう、うわあ、あんた、ダメだ、戻って。無理無理。うわあ、ノロノロ、ぴょぴょ、うほうほ。金持ちそうな貴族、チャンスだわ。お客様は素敵ですわね。この店は男を働かせておるのか？男？あまりに平べったいから男かと思ったわい。ふざけないで！ドハリハハ！持っているのか偽札。まさ
応念のために二人ともカバンの中だけ見せて。とにかくカバンを。なぜ抵抗する。マユニーこそこんなところで何してんの。仕事なんてダサいことやめてよ。安藤さん、その子知り合いなの。ああこいつは。この前いきなり艦長されて。ちょー、艦長じゃない、正式な決闘だ。よろしく。うちは認めへんぞ。こないなヘラヘラしたポットでについてかれへんやろ。何がハハハや。しょうもな。ここに食われてる。よし、仕事だお前ら。まとめて相手してやるからかかってこいや。悪魔、舐めた真似してるとその脳天価値あるぞ。さあそれが、小さい体、人形見て。なるほど、手乗りたい。なんだよ、ぴったりじゃねえか。なんだこれは。これさえ使えばどんな計算問題も簡単に解けるでげさ。なんてことするでげそ。返せ、今日一日の私の時間と失った何かを返せ。一体でげさ。Excuse me。 ペラリペラペラペラリンコ、ペラリンチョロンペラ、ペロンペロンペラペペラペラチョロペ。何してんのよ萩村。なんか駅までの道聞かれたっぽいんだけど。 Turn left at the post office and walk straight. Thank you. Yeah. Little girl. ちょっとだけハグしよ。クレア。兄さん大好き大好き。結局こうなるのか。ねえ、来てるよ、あの変態さん。ああ、今度またロッテに近づいてきたら僕が金の玉蹴りつぶしてやるからね。